はい、今日はきのことベーコンの炊き込みご飯を作ります。まずこちらお米2合洗米しておきます。はい、ベーコンは食べやすい大きさに切っておきます。しめじは石突きを取って食べやすい大きさにほぐします。お米の中にお水 400ml、 お酒大さじ1、お醤油大さじ1、みりん大さじ1、和風だしの素大さじ1入れてよく混ぜます。